省に、向かっています。この道は伊達から県道道道、519です。千歳あたりに行く伊達からですね、近道なんです。のようです。で、走ったことはあっても、向こうへ行くために、こっちの方遊びに来るために走ったことはあっても、伊達から、千歳旭川に向かう近道として走ったことはないんですね。それで今回、まあ北海道のその、まあ、本州での県道ですね、まあ、こっちは道道なんだけど、道道で道が狭くなるということは基本的にないですから、必ずセンターラインについてる。まあそういうわけで向かって、左方面に山が見えてます。で、私ですね、あれが薄山で、あれはどうだこうだってなんか詳しく分かってないんでですね、多分これからなっていう感じでの紹介になると思います。で、まあ一番新しくできたばっかりっぽいなっていうのは昭和新山ですね。はい、そういうわけで、宗別町に向かって